What's up everybody! Welcome to Family Time News! このチャンネルでは、格闘技について話します。僕の名前は、n a o です。s h です。兄弟です。兄弟で YouTube やってます。Family Time News へようこそ。今日のエキサイティング格闘技トピックは、何ですかえっと、ダダダダダン、Rise Dead or Alive 2020トーナメントが発表されました。d or Alive Dead or alive 死んでるか生きてるかあなたはどっちですか <laughs> 生きているならコメント欄で生きてまーす <laughs> お知らせください <laughs> あーそうろ一応 63kg のトーナメントと 55kg のトーナメントがあるんですけれども 2>, 2つあるんですねそうです 4, そう4人トーナメント4人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 ,4人,4人で 1>, <ー>1 day なので 1> あ1 day なんだ1 day です 1>, 1日で 2人新たなチャンピオンが決まるということですよね。うんうん、どっちから行こうかえっと、おまかせ,せします。小さい方から行こうおまかせです。55kg、那須川天心挑戦者決定トーナメント。ああじゃあこれに勝つとベルトだけではなく、那須川天心、世界最強キックボクサーと言われている那須川天心と戦う <laughs> 権利を得られるということですね。Yes. えっと We have、Suzuki、お鈴木,鈴木山口道場の鈴木鈴木選手もう,もうすでにバンタム級チャンピオンですね、うん、ずっと天心と戦いたいと言ってるのでこれは勝ちたいですよね VS エバタルイエバタルイライゼンによく出てますよねえライゼンでも天心とも戦ったことある、yes. <So> ーエバタ選手 また天心と戦いたいと思ってると思いますかまあ本当に真剣に僕聞いてる。ああ、本当にいや。まあそうでしょう。うん。うん、そうでしょう。ああ、ファイターはみんな負けず嫌いだよ。うんなるほど。今度はもっともっとできるって思ってるよ。そうじゃないとチャンピオンになれないよ。僕はそういうところファイターじゃないな。そうじゃないとチャンピオンでいられないよ。そっか。まああの。 でもそれ関係なく勝ったらどうしあのお金ビッグだよ <laughs> 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 でも一んか那須川天心に勝てなくても鈴木には勝てると思ってるんじゃないそうですよでもだからその最終的の結果があるじゃないですかこれに勝つとこれを優勝すると、うん、次は那須川天心と戦わなくちゃいけないから、うん、だからなんかうわーって攻められるときにそれがちょっとなんか 頭の奥に入ってるとああまあいいかなってなるんじゃないかなとも,もうそれから一回戦ったじゃん、はいはい、ですごいいいパフォーマンスでしたねすごいいいパフォーマンスだったよ、うんうん、強い相手もだったしそういうのある,あるのかなって一瞬思いましたまああし一応なんかそういう難しいところに入っちゃうねそういうのをなんかいい経験だって いいいいう人もいっぱいいますねあ<ー>でも僕から見るとあそれはないんじゃないと思う。でみんなは自分が一番強いと思ってリンクに上がんないと、うん、自分のベストが出ないと思います。うんうん、でそれがもう圧倒的に潰されたら、うん、ちょっと自分の自信が ないっていうところまでいかないんですけどもちょっと疑いが生じるちょっと、うん、残ると思う実際にそう考えてるかどうかは分かんないけど経験したものじゃん、はい、なかなか忘れられないと思いますよ、はい、負けから強くなる選手もいますけど、うん、負けて初黒星をつけられてもう同じじゃないっていうのもありますよ見たことありますよね慶応負けはいっぱいあるじゃん慶応<ー>負けすると こが弱くなる打たれ弱くなるっていう、うん、あの説もあるんですけれども、はい、本当にそうなのかなって僕たまに考えます。本当はメンタルなんじゃないかなということですか。あると思うよ。うん。一、うん、回だけ KO されて、それ、弱くなる。なので、江畑選手のケースは、この場合は、どう思いますかあそれは江畑選手しか知らない。ここで決めつけるのもあのもあ うちの立場じゃないですよね、うん、そう、立場じゃないけど、うん、一応ファンの、ファンはフリーに意見を言えるはずです。<う>で、僕は格闘技、も、まあ、ちろんテクニックのところを見る,も見るのも好きなんですけれども、うん、あの人が戦ってるの、やっぱり、はい、だからこの人はこれからどうなるかって、すごい、そういうところを見るの。はい、キャリアをフォローすると 彼の面白いよ<ー>あここで負けて、あでも次こうやっていって、あこういう道具もつけていったんだって見るのが面白い。うんうん、物語ですよ。そうだね。<語>そうだね。なんかテレビ番組を見ている感じなんだけど、でもリアルライフです。いや、リアルライフ。そうそうそう。で、試合ごとが次のエピソードとして見ている感じはありますよね。 見見るるよよ、うん、本当に見るよそ,のそ,そこがちょっと僕一瞬一瞬というかあの聞いた途端に気になりました、うん、あれ江畑選手って天心選手と戦ったじゃないですか天心選手圧倒的 KO したそれは事実ですうん、うんね、なのであの例えば 例えば僕がお仕事のに変えると、ね、これめっちゃ頑張ってこの、まあ、取引先となんか、ね、1000万円の契約を決めることができたとしますでもそ,その契約別にそんなに欲しくないんだよなってまたあれやんなくちゃいけないのかなって思うとなんかじゃあ一応そっちその契約を決めるように進むけどでも別に決まんなくてもいいや。 っていう自分もいるとなるとその選択の,その,あのなんて言うんですう the crucial moment さあどうだっていうなるときにうん、うん、あやっぱりいいやって、うん、なりがちまあそれはそこまで見てるとやっぱりでも一応勝ちたいじゃんこのトーナメントなすかは全身関係なくまあ、ねうん、勝って、まあ、やりたくなかったらいろいろ言い訳作れるよ あなるほど権利を得るんだから権利を得るだから戦わなくちゃいけないというわけでもじゃあないと思うなるほどじゃ,じゃあそっかじゃあその考え方があったんだあるよあるよ、うん、誰も無理しなんか試合に出ろってだ言えないよ誰もあ<ー>結局最終的に選手が決めるもんああなるほど最終的にねはい いくら会長がとジムがデろデろといっても、最初、うん、に選手が決めるものだから、はい、自分のボスですよ、選手は。おーおーなるほど、ね、自分のボスなんだけど、自分のボスじゃない、すごい複雑な、複雑な仕事ですよ。そうですよね一応、楽しみだね、この試合は、鈴木選手はタフですし、はい、パンチも上手ですし、はい、あ前に出てもうガ、ンガン行いくよね。 はい、あー、マーン、マン、マン、でもパンチがすごいよね、パンチ重いし、体も大きい、ボディと頭も混ぜる、打ち合いがうまいですよ、うまいよ、鈴木選手、うん、あー、一つか思っているのは、鈴木選手、最近の試合、僕見てるんですけれども、うん、かなり、あのー、同じ方法で、勝っているっていうか、うん。 あまりスタイルに変化がないっていうか<ー>っていうのはありますうん、うん、でああどうなんだろうねって僕は思いますねそれは、うん、やっぱり例えば天心選手、うん、毎回なんか違うもの持ってくるじゃないですか負けたことないのにでいつも圧勝なのに 次は違うものを持ってきているっていうふうになるとはこの人は本当に強いんだなと思うんですようん、うん、鈴木選手はあんまりそれがないからうん,うんどうなんだろう、まあ,まあ、まあ、とあのっていうところありますうんそれもあるよねでも勝ってればのそうなんで勝ってればいいっていうのもありますね まあ方法はいろいろあるし、うん、あのナオが言ってるスタイルであの戦うの例えば Triple G G G、はい。もうそんなスタイルでいってますよね。ええー、そういう選手ってやっぱりいずれあの勝てない選手がいるとそのその人には勝てないんですよ。まあいずれみんな負けるのうんうんうん。うん 何をしてもまあまあそうなんだけどその人が現れると、うん、その人には勝てないっていうのができちゃうでもその道具をつけても勝てないっていうのもあるじゃんまあねだからこれはこうこれはこうっていろいろ言えるんだけど、うん、結果はいいから変えなくていいんじゃない、うん、って僕は思ってるなるほどでもエバタ選手もタフですしはい 蹴りが重いと思うのうんだから蹴り蹴りを入れたいよねパンチより蹴りで止められると思いますか止めないといけないと思う止めないと、ま、止められないと難しい難しい,難しい、うん、なるほどねで蹴りからパンチだよねいきなりパンチでぶつかり合うとちょっと難しいかなと思う、うん、でもなおとも2人ともの試合よく見てるからどう思う、うん まあ僕が思ってるのはそれですよ同じいやいやいやあの前行ったやつああじゃあどっちが有利なの有利いや <Yeah. S 2> それはもうキックボクシングルールに慣れている鈴木選手じゃないですかあそっかうん鈴木選手だからすあの僕が思うには僕のファンのバカな意見ですけれどもあ鈴木選手は勝てる人には必ず勝つ、うん、勝てない人にはいつも負ける <laughs> そっか変わんないからどういう人に勝てないと思う天 一回戦って負けたもんまあ昔だけどね、うん、でもだ誰がもっと進歩したそこからって考えると僕が主には天心選手鈴木選手は前の自分の強いバージョンになってる、うん、天心選手は前の自分の強いバージョンプラスこれと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 これいろあるから<ー>正直あのー 難しいいと僕は思いますねまあそれは先だからそれは先の話ですけれどもなのでもう1ラウンドで誰が勝つか分かると思いま,す,ますぐ分かるもう鈴木選手がああ,あの蹴り別に重くないじゃんってなると絶対勝つうんでも江畑選手がドゥッンってなんかうまくバーンって蹴りがでそれで困ってたら多分負けるんじゃない僕はあり得ると思うよ蹴りに困るのは、うん、そうでもそこからなんか変えて勝つ道具は あんまりないんじゃないかな,な,いないと僕は思うの,、うん、あの鈴木選手そう距離を潰してパンチを当てにくるから、うん、その距離多分、あのー、その距離,を距離を多分はそうそう一応蹴りを通り抜けないと難しいと思う、うんうん、でそれができないとだからそういうところですよねすぐ分かると思いますじゃあもう詳細をすこに行くかでも<お>判定までいくと やっぱり前に出てパンチで攻めてる方の方がジャッジ上げる可能性もあるのであのー、そういうのもありますねうんあとライズ的に鈴木選手を天とぶつけたいっていうのは必ずあると思いますので、ねあね、まあ予測、全部の要素を入れて鈴木選手判定勝ち。あそっかうん <か>結果の予測ですよね結果の予測なので鈴木選手判定勝ち鈴木選手判定勝ちかはい、そっかい,いですね、うん、次は白 vs ラスターお白選手で白 vs ラスターの勝者が鈴木 vs エバタの勝者と戦って僕あんまり他の選手白の対戦相手あんまり知らないラスター鈴木選手と戦ってるよ お速いいです。速い。ああ、覚えてる、覚えてる。ディフェンスがうまい。覚えてる。でも結局サイズのスト、サイズとパワーの問題で鈴木選手に負けたね。はい。はい、一応、ライズ、バンタム級1位です。うん。シロー選手はああ、ランキングないよ。ああも,もう一回<白>世界チャンピオンだけど。<laughs> シロー選手、パワフルだし、速いし。 勝てるんじゃないかな白選手いやと思います。<ー>道具も多いですし道具が多いし蹴りが早いよ。じゃあ白選手そこ結構好きです。いろいろできるっていうのがいろいろできるよ。が一つの方法で勝てないとアジャストメント、うん、ちょっと調整調節して違う方法で勝とうかっていうのを試合の中で変えられる人だと思うんですよ。うんうん、向いたい経験だよ経験あとそういう道具を磨いてきた。 というのもありま,すよ、ね、まあタイ,タイで育ってきたからタイ,のタイでいっぱい試合出てたと思うのいっぱいいっぱい試合出ていろいろな対戦相手が来るじゃないですか、うん、やっぱりいろいろな対応する方法を見つけないと勝てないっていうのはあると思います、うん、でもとびっきりの身体能力の才能があると、まあ、それもしなくてもいいんじゃないかなもう一発で誰で誰も殺せるっていう <laughs> 蹴りを持っていれば、うん、そういい選手もいますよ、ね、いるよ、それはそれでいいと思いますけれども、白選手はいろいろ対応できると思うので、白、うん、選手が勝つんじゃないかな。いや、僕も白選手が取ると思います、うん、ラシ田選手の方が早いんだけど、効、うんうん、かせるのも難しいと思う、うんうん、あんまりパワーを持つファイターじゃないし。 <で>でもあ,ある選手って、早い選手苦手苦ですよね白選手はちょっと苦手だと思う、逆に。<ー>普通、自分より大きいのと戦ってるから、はいはい、そっちのほうが楽だと思います<ー>ちょっと。ちょっと当てるのが難しいかなって言いながら、2、3ラウンドちょっと取っていくと思う。なるほど、まあ、確実にラウンドは勝,勝,つ,勝つと思う。判定難しいけど、うん やりづらいけど勝てる。やりづらいけどやっぱり経験を使って勝てると思う。うん、というと白 vs 鈴木選手。もしも白 vs 鈴木になると白が勝ちますね。この場合では。白がラスターに勝ったらで鈴木選手がエバターに勝つことができればはい白は勝つと思う。はい、おおどうやって？ああ判定。判定判定でスピードで。 あそ,うそう、それもそうだし、うん、やっぱり1、あのー、回戦のダメージで。ああ、<laughs> なるほどね。やっぱり、ね、エマと鈴木選手をぶつかり合うもん。ね、絶対ぶつかり合う。それでもう一、まあ、ワンデーだから、はい、シロ選手がもっとフレッシュで来て取れるんじゃないかなと思って。なるほど。So, やっぱり一応、白選手が勝つということだね、予測では。でも鈴木選手がエバタを KO すると全然違う話じゃん、そうですよね、うんまあ、トーナメントはやっぱりそういう予測できないのが面白いですよね、うん、その一日でそのストーリーを全部見れるっていうのが、トーナメントのいいところですよね、うん、選手は大変ですけれども、いやー、選手は,選手は大変だよ、まあ、とりあえずこの 対戦はすす。ごく楽しみです皆さんの予測も聞きたいです。ぜひコメント欄でお知らせください。<Yes. S 2> それでは第2トーナメント。まあ、第2っていうか6 3キロのトーナメント。出場者は誰ですか白鳥 VS u s 直 k <ー>とケント原口ケント VS 西岡。 選手シュートボクシングのね、えー、みんな強いじゃないですかすごいじゃあ,あの1回戦からいきますか、はい、白鳥 vs. n スナオキ。はいああ、二人ともよく知ってますよねシアとリ a ナオキ。はいうん、ナオキ選手のスタイルがいつも面白いと思ってますかなり特殊ですよあの準備するのは難しいと思いますうん 直木選手対策は非常に難しいと思います面白いよね、目がいい、<ー>目がいい、本当に、あのー、目がいいし、ガードも硬いし、あのー、いつ何をするっていう選択がうまあのー、いです、うまいと思います、あまり間違った選択をしないので、とあの落ち着いて戦うのがすごいよね。それです それです落ち着いて戦えてなんか攻撃が飛んでもあるときは避けてあるときはガードして間違いをしてバーンっていいのもらったりとかあんまりないので、ね、ミスの少ない,いやスミスの少ない選手ですね。うん、なのでそういう選手に対策をするってしたらすごい難しいんですよ。うん どうやってすごい安全な選手に対して対策をするの間違いをしない <laughs> <laughs> でしょうん、うん、対策って普通その悪い癖とかその間違いのところをついていくっていうとこじゃんあーそっかまあそうだねうんでも一応直樹選手とやるとしたらまあテクニックは いいんだけど、うん、フィジカルから見るとそんなスピードないっても言えるよはいでなんか距離も詰めるのも速くないじゃんだからリーチが長い白鳥選手にとってはいちょっとやりやすいとも言えるんじゃない例えば、うんまあ、コーチじゃないけれども、うん、そのゲームだったらどういう武器を使いますか、はあどういう戦いをしますか僕そそうそう,そう

だから難しいの対策をするのまあ忍耐も持たないとダメじゃん。そういうことですよね。そういうことですよね。まあちょっとつまんない試合になるかもしれないけど、トーナメントだから、うん、勝たないといけないじゃん。ダメージ少なくて勝たないといけない。一、はい、回戦は。はい、それでいいんじゃない、うん、うん。倒そうとしない直樹。直樹選手が倒しに来ると、行く。それまで待ってる。うん うん自分の方が触って触,触られない、うん、戦い方できるから、うんうん、で直木選手は、まあ、僕が覚えてるのはあんまり飛び込んで入ってこないじゃん、なんかじわじわくるから、はいはい、当てられると思う、当てられると思う、当てられると思う僕はあのー、そこが難しいと思うんですよああ、当たんないから中にじわじわいつも入れてると思うの。

<laughs> どう戦うかによるよね、あのはい、白鳥選手がもう、ま、自分からパンチでいくと、はい、多分 KO 負けしてもおかしくないと思う。<ー>あの右がうまいんですよ、右,いよあの右ストレートで、効かせたらフィニッシュするのが上手、大振りにならない、落ち着いて倒しに行く、はい、そこがすごい強いから、聞かされると問題になると思います。はい だからどう戦うかによるでもそれは予測できないじゃんそうですよねまあでもでも予測をし,しないといけないですねしないといけないこの,この番組ではしないといけないというとあ前回の試合シアトリー選手は延長で勝ってあんまりエクサイティングな試合をしなかったっていうのを覚えてますはいだから今回はどうしてもいい戦いをしたいに影響されて負けると思う、うん、おおなるほど どんどんごちゃごちゃになるほど直樹の方が有利なるほどそこが見どころですね皆さんはどう思いますかコメント欄でお知らせください <laughs> そうなったらどう面白いよね、うん、で次は原口選手 VS 西岡,岡選手あのノックアウトの 3, 3回戦、はい、トーナメントを勝ったお<ー>あー強いよシュートまさにシュートボクサーですよパンチ パンチキャリー、パンチキャリー、膝、キックボクサーだよね。シュートボクシングの選手ってみんな似たような戦いをするんですよね。みんなあの似たような戦い方するよ似たようなスタイル。アンディ・サワーですよ。アンディ・サワー、いや、うん。アンディ・サワーはシュートボクサーだったの。そっか。そ<う>みんなアンディ・サワーですよね。うん対しかに。 オランダスタイルですね。うんう、そうですね。でもやっぱりちょっとその、あのー、日本人のスタイルも混ざって、まあ、日本人になるとやっぱりオランダ人のパワーがない選手のがかなりいると思います。はい、それよりパワーより手数、そうですよね。よねオランダの構えと武器を使うんですけれども。 手数でいってる気がします。手数で、パワーじゃなくて。ワン、ツー、スリー、ロー。アーネスト・ホーストみたいに、ワン、ツー、スリー、ロー。パワースタイルだね、基本的に。で、同じやつやりますね。もう、ジャブ、ロー、フック、ロー。そう、もう当てられると思ったら、バン、思いっきり当てる。まで、同じ、同じコンビネーション。繰り返して、繰り返して、繰り返して。あんまり手数じゃないですね。パワー パワーと手数を混ぜた感じですね。<laughs> で、でも、あ<ー>あ OK、対して原口選手。ああ、原口。タイガーを KO して。原口は、まあ、原、まあ、口が負けるの想像できないよ。想像できません、全く。うん。まあ、西岡選手も強いんだけどね。強いよ、本当に上手だし、パンチが本当に綺麗コンビネーションも上手。はい。 でも、僕はパワーファイターが大好きなんですね。原口選手、パワーありますよ。本当、一発、スナイパーですよ。あ原口選手は。うん、スナイパーでで。あ、でも、三日月蹴りがやばいよ。<laughs> やばいですよね。それが一番やばいかも。<ー>パンチよりも。はい。 <お>すごい近い距離でもバーンって三日月蹴り入れるのも、<laughs> そ,っきはあそこからやるのって必殺技ですよね。本当にすごいよ、うん、だから、キック、ボクシング、空手とボクシングが全部できるから、はい、本当に那須川天心2、パート2っていうか、なんか大きい那須川天心とも言えるうん、うん、じゃないかな。はい、那須川天心よりスタイルが多いと思います、原口選手。うん うん、スタイルが多いいろいろ戦い方いろいろな戦い方をできる<ー>原口選手は下がりながら前に出ながらっていう下がりながら前に出ながらサウスポーでもオーソドックスでも<ー>パンチでも蹴りでも<ー>パンチエンド蹴りでも<ー>かわしてポイントで勝つとかもう構え両方で戦えるだけで すごいと思います多いな、この人スタ、戦えるスタイル。うん、で、<laughs> あの相手が嫌がるものを見つけて、えェーってやっていくていうのそう。両方で戦える選手は、やっぱりなんか構えを、まあ、外から見ると、構えをただす変えてるって思っちゃうんですけれども、はい、なんかそれから当てられるといろんな角度を理解してきてるっていうこと。理解してるのいいろいろな そうこっちこっ,こっちがあこれは対応できるのただこの構えで練習してるわけじゃないのうん、うん、<laughs> そうではほとんど両,両方とも理解できたらもう構えないって考えてもいいうんうんそう、うん、で構えがなくてパワーがあって <laughs> 自信があって武器もいろいろあるとキリーパンチ膝全部できるからもうねどうやって勝つの、まあ、ってなりますよまあまあ、まあ それに勝つとしたらものすごいスピードとパワー両方の持ち主じゃないと難しいです、うん、正直、うん、そ,それが <laughs>、うん、問題は原口選手もパワーとスピードがだからそれを上回る,るそれを上回るスピードとそれを上回るとチャンスがあるっていうことじゃでそうそうそう出ないと難しいと思いますそっかそれじゃあもう予測するどころかもう原口,が勝って原口がトーナメントを勝たない って言うとそんなことないじゃんって僕は思いますあじゃあもう決ま,もうは決まりだね原口勝つかだってどうやって負けるのあの人 <laughs> <laughs> 筋トレしすぎてすごい筋トレが好きなのもじゃあ原口選手に勝つとしたらどういうものを持ってないといけないと思いますか、うん、だって最終的にそうじゃん何かで勝たないといけないじゃん マン、oh, まあそこ,そこまで行くと、やっぱりパンチだね。パンチ。一発パンチで当てないといけない。当てないといけないから。だからスピードが必要じゃないスピードが必要。俺、本当にスマートじゃないと。うん。本当にスマートじゃないと当。当てられない。当てられないと。なんかコツコツピッピッピッって削っていくスタイルの。 がいいいかかそれともなんやコツコツできないよスピードがあるからだからもうほんとに一発で一発で当てないと難しいでしょ何がかんでもこれしかないと思ってもうそれをうってんでずっといくんじゃなくて試合で一回ぐらいいくでそれを当てるっていう感じじゃないと難しいだから相当パワーないとダメでしょ相当スピードもないとうん 相当自信がないとあとはもうすごいまあどうなんだろうすごいなんかキックボクシングだから、うん、なんかすごい近い距離でパンチできるとあ<ー>チャンスあるかも、はい、なんか何回か捕かまれるんだけど、はい、もうずっとやってるとレフェリー注意すると思うはいだ、はい、からなんか膝が当たらない距離、うん、もうそれほど近い、うん、距離でもう <laughs> まあ、でもそれは手数だね。手数、うん、では原口選手もねただそこで突っ立ってるわけじゃないのでい、ね、自分にもダメージが来るわけじゃないですかそう,かそう入るにうだからタフネスも必要だし、うん、三日月劇バーンってもらってもいや俺はまだそう,そういうのをよけられてできいや入れないとでももそれは無理かよけるかもらってまだパワーとスピードをキープできる。 相当なやつじゃないとダメっていうことでしょ相当な選手じゃないと分かんない、それができても勝てるって言ってるわけじゃないし、それができたらチャンスがあると思ってるから、勝つとしたらそういう選手じゃん。OK、例えば一発バーンってやってるのは大月。若いスピード、パワーを持って大月そうそうそう。いきなりバーンその一発を、そういうファイターでしょいいかも。うん 僕もそう思いました。で、うん、それは、その西岡選手持ってますか持ってないですかってなると、うん、ああ、ちょっと難しい。白鳥選手持ってますか持ってますかああ、難しい。直樹選手、ああ、難しい。しいね、原口選手、勝つんじゃないって<ー>でなりますそっかそっかオーケー。じゃあ、決まりだね。あの原口選手、チャンピオンです。スターです。ででもススーパースターパタは ないですなのでみんなスーパースターじゃないからそんなに強くないんじゃなくて一緒にするんですけどでも全然それは違うストーリー、うん、みんな,みんなあのー、ライジンで、あのー、タイガーが勝つって言ってたもんねそうそれを見てて僕がさっきマジかよってなったんね違うよ、うん、絶対にあのー、<laughs> そうなんですよ原口選手はもう天心レベルって思っていいと思いますいや 選手のクオリティとしては、うん、スター性は、まあ、ちょっとそれを置いといて<別>戦闘能力って見るともう天心レベルですよ、うん、確実に、うん、そういうことなんですけれども白鳥、はい、選手直樹選手西岡選手はた僕たちが間違ってるっていうのを証明するチャンスがあるんだから あるよだから格闘技は面白いのいうん、うん、楽しみにしてるよ <laughs> どっちにしろこのトーナメント2つは絶対に,、うんうん、に絶対に見ますうん、うん、なんかこの勝敗予測とかするとなんかこの選手が好きじゃないとか悪口してるとかっていうなんか印象があるんですけども全然そうでもないし勝敗予測する自体でこのつ 試合を見たいいんんだっていう意味なんですよでもちょっと難しいところだよファイターも超強いイメージがあるんだけどやっぱり人間だし、うんうん、誰かが勝って誰かが負けるのは確かでしょまあまあそうだけど、うん、やっぱりドローでない場合 <laughs> なのでそれを予測してもこの選手は嫌いにはあんまりつながらなくてもいいんじゃない <laughs> あー難しいね <laughs> 難しいよ でも見どころなんですよそ,それがこ,この選手はこういうテクニックを持っててこういうところが強くてそれ対するこの選手はこういうテクニックを持っててこういうところが強くて、うん、さてどっちが勝つと思いますかってなるとそれはあのー。 この選手が嫌いとかっていうよりも、まあどっちが勝つか正直に言わないといけないよね。正直に言わないと、それは勝敗予測じゃなくて、応援になるので。でも、とりあえず僕が言いた,い言いたかったのは、そうじゃないの。<う>で、うん、僕たちがもしもあなたの相手を選んだら、あなたは僕たちが間違ってるっていうのを証明できるの。で、うん、間違ったら、ごめんなさい、間違ってましたって次の動画で毎回言うじゃん。まあね でもそれがすごい面白いとこだなと思います格闘技のそういうところが人の期待を超えるっていうのが人って周りの人からの見方とか意見とかで押しされるるところがあんですよわかるじゃないですかんか「お前はダメなやつ」って周りの10人がみんな言えば本当に駄目なやつになっちゃうの。 まあ自分がダメと思っちゃうからねそう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 ,そうでもあのー、格闘技とかを見るといや違うんだよって言って、うん、努力と練習と変化で自分の中の変化でそれを上回ることもできるっていうのは格闘技を証明するんですよまあまあそうだよでそれを見るとスポーツなんですけど格闘技ってスポーツなんですけれども、うん、でも人じゃないですか人、うん、人と人の戦いだから それを見ると僕はうわやっぱりすごいんだな人っていうまあ生き物なんか変な言い方なんですけど人っていうものはすごいんだなって思いますそうマイン頭はパワフルだよ、はいはい、頭はパワフルで、うん、まあみんな多分自分は思うより強いって <You> know, うんうんうん自分をあの実際の数値よりも大きく評価しているていう <laughs> そうでもそ,いやそうだよファイターは毎,毎日限界まで練習してるじゃん、はい、できないって思ってる時にもっとやるそういうのをどんどんつけていくの自分に自信をコツコツでやっぱりそれでじいやリングでし 見せられる、はい、時もある、はい、見せられない時もある、はい、<laughs> そうですよねでもまあ直人が言った通りだよ人はすごいしでもやっぱり格闘技は1対1なんだけど、はい、チームがいないと無理うん、うん、そういうのいろいろ見えてくるんですよね本当にそうだよチームがないと無理だよううよくあのー、僕は思うのい It's more than a sport」「<laughs> スポーツだけじゃない、うん、格闘技っていうのは」 本当にそういう人間性を見れて自分の人生のモチベーションとかあのレッスンとか、うん、すごい試合を見て学ぶところがすごい多いと思うんですよ。うん、でだから僕たちは格闘技大好きなんですよ。このスポーツを愛してるんですよね。<laughs> でもスポーツ以上なものなので、うん、えっとそれを シェアしたいっていう目的でやっぱりこういうチャンネルをやってるんですよそういうことでこの試合はすごく楽しみです,みですこのトーナメントすごい楽しみです皆さんもぜひ感想予測意見がありましたらコメント欄でお知らせくださいこのチャンネルにまだ登録してないなら登録ボタンをスマッシュしてくださいもちろんですなんでスマッシュしてないの <laughs> 早くしなさい。<laughs> 最後まで見てくれてどうもありがとうございました、皆さん。We'll see you again soon! Bye bye!